はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけで FF9 続きやっていきましょう。あれだね、ザガーちゃんたちはアレクサンドリア城を目指していて、ジタンたちはね、ブルメシアを目指してるっていうことで、しばらく会えないのかもしれませんね。うん、融通聞くよ。ま、今出発しましょう。そうなるとね、回復要員もいないし、せっかく可愛いダガーちゃんがいないっていうね、残念ですね。はい、では、ご覧の通りガラガラだ。好きな席に座ってくれ。あ、そういえば最近スイス行ってね、こういう登山鉄道を乗りましたね。すごい急角度上がっていく、歯車で、登っていくような電車ですね。これもなんか、パッと見、かなり急角度を登っていってるように見えましたね。うん、それじゃ出発準備に取り掛かるんで、しばらく待っとくれ。よーし。客は俺らしかいないと。あ、え、いた。バイトのマリー。待って待って待って。あ、さっきいた人か。はは、間に合ってよかった。あ、さっきはありがとうございました。いや、こちらこそである。ん？出発進行。ちょっと気が抜けたみたい。それはそうでありましょう。リンドブルムからここまでの旅、楽ではありませんでした。モンスターとの戦いにおける白魔法での助け、ショコボの森でのズーズーシーモーグリに対する毅然たる態度、極めつけはあのピクルスを用いた作戦であります。あ、そうか、チョコボの森寄ってったんだ。なんか言ってたもんね。姫様の行動には感服いたしました。スタイナ、その呼び方はダメ。は、申し訳ありません。私もジタンに言われて喋り方を変えようとしたときは何度も間違えたわ。あの男は全く無礼でした。存在で勝手で、まあその並外れた行動力を持っていたことは認めますが、姫様、いえダガー殿への馴れ馴れしい態度といい、どしがたい言葉でありましたから、どしがたい、どしがたいことばかり、謎は離れて生成するというものであります。これがツンデレというものであります。お主立てるか。そしてジタンの方のパートに戻ってきましたね。フライヤーさん、私のことなど気にせずに、どうかブルメシアを、我らのブルメシアを。何者じゃ、ブルメシアを襲ったやつらは。ジタンとかビビとか、ちょっとね、やりにくいよね。何も言えないよね。はい、というわけでフィールドに来ましたね。ああ、そうか。なんだっけ、この絵を探すやつ、やらなきゃいけないけど、そもそもチョコボって、もう来ないのか？何ボタンで来るんだ？あ、そうだよね。チョコボの足跡を見つけなかったら来ないんだよね。はい、じゃあね、チョコボの足跡を見つけながら、ちょっと、ハテナ？入れるの？え、これって入れるとこなの？そう言われれば、ここ以外にもなんか、南ゲートか、この前、俺がスルーしたのか。風で運ばれてくる、焼けた匂い、そして血の匂い。大規模な戦闘を終えた者たちがあの門の向こうにいる。なんだか変な匂いがするある、嫌な感じあるよ。花はいい匂いある、いい匂いを嗅ぐある。あのクイナと申す者の自然なありよう見習うべきかもしれぬ。
あいつの場合、深く受け取らない方がいいと思うけどな。嫌なことは嫌、いいものはいい、素直に言えていれば、今頃、私は。フライヤーの過去も気になるよね。ジタン、この花結構いい匂い、いい味するある、食べてるの匂いじゃないの？な。いや、羨ましい限りじゃ。こうしておれん、急ごう、ブルメシアはこの先じゃ。テント。ハイポーションと。よーし、では、おー、雨が降ってきたね。そして、ついてしまったね。俺は着きたくないのだよ。さて、新しいマップ。ということは、新しい敵。あれ？これ、洞窟の中に、いたぞ。あれ、かわいい。ミアブルー沈黙。おお、魚からニンフちゃんか。食べてみようか、ニンフちゃん。ニンフちゃん、食べちゃおなんて覚えた。何それ。防御を食べると、夜、すーげー竜巻がある。入ったらやべえのかな。砂嵐が強くて入れない。敵がマジで強え。ラケットが使ってくるからやばいな。本気でポーションとかもうほぼなくなるんじゃねえのか。とりあえずチョコボの足跡ないっぽいですね。あったあった、やっと見つけた。ここだ。さっきね、細い道があったからそこ入ってったらありましたね。ここの海岸沿いくらいのところですね。ここの道からぐっと入ってきて、海岸沿い。ここでやっとチョコが呼べる。リサールの野菜と食え。で、乗りましょう。やるのは安らぎの浜。風の吹き荒れる町の近くで同じような海岸を見かけたか。あ、風って。でもさ、今いるとここれじゃないの？これでしょ？項目でしょ？項目でしょ？ここやん。ほら、ほら、食え、食え、食え、
クエ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 。きたー、不思議な煙が立ち込めた。おじいさんになんだか眠くなってきた。え？なになになに？え？宇宙？は？チョコボの夢の中、ミニゲーム。チョコがいっぱいいる。あ、違う、これ山チョコボとか川チョコボってこと？うん。ここへ来るもの、それは故郷、そして仲間を求めるものなり。チョコよ、お前はチョコボたちとの穏やかな暮らしを求めている。そうやるまいな。クエ。冒険者よ、我々はお前の帰りを待っている。お、お、川チョコボになった。浅き海辺を行く能力を得た。浅瀬は砂浜を通じて行くことができる。まだ先は長いが、大いなる一歩を踏み出した。待っているぞ。あー、川ちゃん。なるほどね、こうやってチョコボは進化するんだ。うわ、めっちゃ歩ける。浅瀬行けるもんね。なんかこれさ、ちょっといいとこ行けるようになったりしてんじゃないの。なんかさ、ブルメシアとか行ってる場合じゃないんじゃないの。ちょっとこれで行けるとこ探してこよう。はい、というわけでね、そうそう、ここにね、コーヒーゲットしましたよ。そしてなんでこんなところにいるかというとですね、あれなんですよ。あ、なんか出たね。エーテル。ここはね、ちょっと勘のいい方ならお気づきかもしれませんが、なんとね、はい、ギザマルークの洞窟を戻ってリンドブルムの方に戻ってきました。何をしようかというと、あれですね、浅瀬に行けるようになったので、未開の地をね、探索していこうと。こういうのね、気になっちゃうんよというわけで、あれですね、チョコグラフももしかしたらゲットできるかもしれない。次は枯れた砂浜か。枯れた森っていうところにもしかしたら行けるかもしれない。浅瀬を通って、あと小さな浜辺か。枯れた森と浜辺、あ、それだっか。枯れた砂浜は分かりやすそうだから、小さな浜辺に合わせとくか。で、この写真を出しつつ、枯れてる浜辺を見つけたらそこで掘ると。ほら、めっちゃいけるもん、ほら。絶対なんかあるでしょ。これじゃないの？小さな浜辺。ほら！きた！お宝ポイント！万能薬？エリクサー？ライシングサー8個？オークスタッフ？ウォークスタッフはなんだ、ダガーか。あー、ビビちゃんか。ストップ、バイオ、ドレイン。いいね。でも氷の杖で今ブリザラ覚えてるんで、それが覚え終わったら、つけていきましょう。
じゃあもう一個のチョコグラフの方ですね。なんだっけ、枯れ果てた砂浜だっけ、枯れた砂浜か。うん、これを引き続き探していきましょう。とりあえずチョコグラフの発掘以外は特に浅瀬を渡っても新しいとこに行けたりはしなかったですね。というわけで、せっかく戻ってきたのでチョコボの森に行きましょう。そしてやるべきことはチョコグラフをすべて、そのチョコは誰クポ？チョコをどうしたクポ？いや、よくわからないけどこいつは間違いなくチョコさ。ほんとクポ？一体どうして？まさか伝説は本当だったクポ？実はオイラ、この世にあるという幻の楽園を探しているクポ。選ばれしチョコボのみが進化することができ、乗り手をその楽園まで導くという伝えクポ。こうなったら幻の楽園目指してどこまで進化するかやってみるクポ。とりあえず海ちゃんにしたいね。ということで私は穴掘りをしますよ。はい、というわけでね、チョコグラフ全部取れたようですね。他の例えば入り江に行ってみるとか。入り江？チョコグラフでお宝探しをするとかしてみたらどうクポ？入り江っていうところが行けんの？気になるね。これで上から順番にやっていくか。未開の地、川らしきものが見えるクッポ。大体の見当はつくかもしれないけど、あまり馴染みのない場所のような気がするクッポ。あ、しばらくはそっとしておくのもありクッポ。なんか行けなさそうだね。枯れた砂浜もなかったんだよな。いてつくっていうのもだってもう凍ってるとこなんかないだろ。チョコボが十分成長していないと、R2 ボタン。あ、これはいけそう。俯瞰の浅瀬。確実にこれだろう。くえ、きたー。お宝ポイントを海から掘り当てた。ポーション、フェニオ、エーテル、魔術師のローブ、そうじゃないの？魔術師のローブを気になる。はい、魔術師のローブということで、オートポーション MP10% アップ。おー、魔導士用に作られたローブです。他の人は装備できないのかな？できるっぽいな。あ、クイナだと MP10% アップもあんのか。うわー、迷うなー。まあね、ビビちゃんでしょう。やっぱビビちゃんが好きなんで、ビビちゃんには優先して新しい装備をねつけていこうかなと思います。で、フライヤーさんはブロンズアーマーの方にしました。リーネンキュラスさんのカバーは覚えてたので、バードキラーの方覚えていきましょう。で、クイナさんはね、ブロンズの胸当てで、ちょっとステータスは木綿より下がりますが、固まらずの術を覚えていきましょう。よし、これでやっと、ブルベシアなんじゃないの？はい、というわけでね、やっと着きました、ブルベシア。あれ、でもトマト転がってるよ。トマト祭りか。ここがフライヤーの生まれた国か。おい、フライヤー、何やってんだ、早く来いよ。国を出て早5年、この地の夢を幾度見たことか。いや、この地の夢を見ぬ夜などなかった。懐かしい。私もあれから随分と変わった。そして今、私の竜騎士としての力が、
試される時が来たのじゃ。俺もできる限りのことはするぜ。僕も、私もあるよ。さあ行こう。青の王とブルメシア、果たして私にどれだけのことができるのか。じゃが今はそのようなことを考えている時間ではない。かっこいいなフライヤーさん。そしてなんか荒れ果ててない？おせえ敵出んの？マジか。回復はしてたかな。ブルメシアを舞台に、おお、人型兵士攻め入られてるからか。操られてる兵士か。作られてポーション盗まれた。マジかマジかマジか。お盗み返してやろう。龍技龍剣からの食べられ戦おう。マジハンやらしい。ファイヤーゼロ MP。 ヤマビコそう龍剣、いいダメージだね。からの盗むぞ。逃走か。まあ、ポーション持ってかれた分くらいはいいでしょう。でも倒せないとね、経験値が入らないわけだが、ファイヤー。食べたいな、食べたいな。ジャンプ、マジハンはまあ許すとして、ジャンプで飛んで、食べるか。防御してて防御してて倒しちゃった。どれが食べるべきのね敵かね、ちょっといまいちわからないのが難しいね。死んでいる。あれみんな、え、また来たでござる。本当にしつこいやつらでござる。覚悟す、ちょっと待って。お前らとは戦う。あ、こっちね、キル。こっちなら安心。前回と同じかな。一応見破る？まあ、きっと持ってるの同じでしょう。というわけで、まあ一応、盗む。あ、ないのか、もう、MP が。クロマ、ファイヤー以外、ブリザラとか覚えてるから、ラケを。買おうか。で盗むと、でジャンプかな。ブルメシアだからもう MP 回復できるかなと思って、あ食べちゃった、間違えた。結構 MP とかも使ってきてたんだ。強っ、ビビちゃん強っ。宿屋とか使えないのかな。そんなことばっかりしていると、あの女将軍に怒られるでおじゃるよ。ああ、なんだっけ、ベアトリクス将軍？めっちゃ可愛い子やん。相手怒られて。おお、宝箱がいっぱいある。金の針。ポーション、そして2回。あれ？ん？あれ？あ、渡れないのか。じゃあとりあえず戻るか。
ビちゃん無双だな。徐々に石化とかしてきてやばい敵だけど、ビビちゃんが一発で倒していく。まあ雑魚戦はね、このくらいすんなりいった方が良かったりするでしょう。アイテムがなんか見にくいな。取り逃しありそう。そうですね、どっかで一旦切りたいんですけど、セーブがなかなかないですね。もうちょっと進んでセーブがなかったら一旦街の外に出て、パートをね、区切っちゃおうかなと思います。金の針ですね。そして上にも宝箱と。え？うわ、まっすいミミックか。強えって基礎馬が決まってんだよな、ミミック。待て、やれるかやれるか。 MP とか超ねえぞ。呼ぶ？なになになに。うわ、盗むやつ呼ばれた。クロン、まあ、ブリザラ、ヒギ、ミヤブル、ミミック、ハイポ、マジックバイス。まあ、しょうがない。この際、しょうがない。普通に戦う。ミヤブル。毒消し？ハイポ？大したもう持ってねえな、宝箱のくせに。じゃあ全力で倒う。ちょ、待って、クイーンのやばい。何、毒？ちょっと食われたし、食われたし。はぁ、クイーンは死んだし。待って、ポーションは自分使っちゃうし。槍で降りてきたとこ、クイナ、ポーション、めっちゃ食われて金はかれてめっちゃ儲かるやん。ケニオからのクイナ回復からのジャンプ、あ、ジャンプしとけばよかったね先に。150か、物足りんな。もう一回クイナに使って丸められてお金いっぱい。でもこれあんま強くないんだよな。そうですよ、ビビちゃんは。とりあえずジャンプが主力で、やりと、オッケーオッケー、倒した。あっぶねー。経験値も、まあ普通か、この辺だったらね。はい、というわけでね、ここでパートを区切ろうかなと思います。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。